ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリア s o 0に、e ドコモネクストシリーズエクスペリア z s o 0に、e はソニーモバイルコミュニケーションズ製の NTT ドコモ向けスマートフォンであるドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムとのデュアルモード端末であるドコモネクストシリーズの一つ NTT ドコモ向けエクスペリアシリーズの フラッグシップモデルである。SO-04D および SO-01E の後継機種でグローバルモデルである、Xperia Z の日本ローカライズモデルである。ソニーは、Xperia Z をソニーエクスペリア Z シリーズの助章として位置づけている。Xperia シリーズのスマートフォンでは、初のクワットコア CPU およびフル HD 液晶を搭載しており、さらに防水。 王人性能も備える。グローバル版にない機能として、ワンセグ、赤外線通信、お財布形態がある。ワンセグアンテナは、SO-05DSO-01E と、同様、本体に内蔵されていない。そのため、ワンセグを利用するには、付属のワンセグアンテナケーブルを、イヤホンジャックに装着する必要がある。赤外線ポートの位置は、 SO-03DSO-05DSO-01E のような正面ではなく SO-02C 以来の背面にある。グローバル版ではマイクロ SDXC に非対応だが日本版では対応している。内蔵 ROM は国内版はグローバル版の2倍になることが多いが本機はグローバル版同様 16GB である。EMMC のバージョンは4.5であり バージョン4.241の SO-04D と比べると読み込みが2倍書き込み速度が1.5倍に向上している。バッテリー容量は 2330mAh である。SO-02D、SO-03D と同様バッテリーの取り外しはできず、交換はドコモショップに持ち込み預かり修理が必要である。交換代金は9345円であり、 SO-03D の交換代金を上回り、ディズニーモバイルオンドコモ回 -07E が登場するまでは、ドコモのスマートフォンとして内蔵バッテリーの交換代金が最も高額だった。ノッティビー B、置くだけ、充電、ベールビューには対応していない。グローバル版エクスペリア Z の au 版とも言える機種がエクスペリアウルである。キャッチコピーは未来を映す形。 アップデートに関しては、グローバルモデルが、Android 5.1まで提供されたが、ドコモ版の SO-02E に関しては、Android 4.4をもって終了した。ありがとうございます。